してる時の顔も
ございます。ありがとう、嬉しい、いっぱいいっぱいありがとう、うん、本当にもうということで、井上優と申します。井上優と言います。ここに書いてあるんですけど、初めてこんな大きな、あ、ね、ロボットみたいになっちゃってたかな、はい、フェスに出させていただけるということでワクワクしてやってきたんですけど、いいですね、お父さんとかお姉さんとかお母さんとか、初めてなのにこんなに楽しそうに聞いていただける場所があるなんて知らなかった。これからどんどんジャズフェス、どんどんって毎年1回しかないのかな、来年も出させていただけたらいいななんてもうすでに思っておるわけですけれども、今お送りしてまいりました種という曲と東口でという曲、そして次に歌います種のビョンタという曲はサードアルバムのラブバードというアルバムに収録された曲であります。Oh,
ちゃくちゃ楽しみにやってきた井上優ですが、次の曲が最後になりました。まあ、昨日からね、初仙台ライブということでいろんなとこで歌わせていただいてるんですが、今日、まあ、あともう一曲歌ったらあとワンステージライブがありまして、この近くのようなんですが、ネッツトヨタというところでですね、5時から歌わせていただきます。トヨタのお店、あ、そうだ、いいものがありました。あの、この後ろのスペースにですね、井上のフライヤー、紙ですね、いろんな情報が書いてあるものがありまして、そこに時間と場所の名前書いてありますんで、ぜひぜひちょっとお手数なんですが足を運んで、あの、1枚でも2枚でも持って行っていただけたらと思います。そしてその、 あのフライヤーのね、一番下に裏側にアンケートというのがついてまして、裏じゃない、表でした、表の一番下にアンケートというのがありまして、ここにちょっとご感想とか書いていただきますと、漏れなくオリジナルステッカーをプレゼント、ささやかですが、千社札みたいなやつとかねありますね、よかったら入ってください。もっとピアノ練習してこいとか、まだそしたら待ってるぜとか、あの、いろいろ書いていただけたら嬉しいです。おいでは、最後の曲は一番新しい曲になります。トゥモローという曲なんですけども、まあ私も、まあ、ファーストアルバムがのタイトルがさようならっていうタイトルだったりするようにですね、井上優結構、まあ、前向きにね、いろんなこと考えられないこともあるんですけど、やっぱり元気に笑顔で前を向いていきたいなと思って書いた曲です。今日は本当にありがとうございました。なんて木々のいい香り。
じゃない、誰かの肩に寄りかかりたい時もあるよね。だって昨日もさ遅くまで一人とことん頑張ったんだもん。いつでもここへ来てワンワン泣けばいい。 Tomorrow を広がる野原をかけて川のメダカに挨拶して行こう。ありがとう。また会いましょう。井上裕でした。ありがとう。